ジークフリート・ギュンターとバルター・ギュンターの双子の兄弟はドイツの航空技術者である。ジークフリートとバルター・ギュンターは1899年12月8日に生まれた。二人とも第一次世界大戦に従軍し英軍の捕虜になった。戦後、兄弟はハノーファー大学で工学を学んだ。二人は友人のバルター・メルテンス、ベルナー・マイヤ・ー・カステルと共にグライダー製作し、 バッサークッペで飛行させた。その様子を見て、感銘を受けたバウマー航空の代表、パウル・バウマーは、4人の才能を認めて、ベルリンにある自分の会社に招いた。彼らはそこで、モーターグライダーや、流行し始めていた高速スポーツ機を設計した。ハインケル入社 HE70 の模型、1931年に、エルンスト・ハインケルは、ギュンター兄弟を、 ロストックのハインケル社に招聘した。兄弟はそこで HE51、HE70、HE111 HE を含むハインケル社で最も重要かつ有名な機種のいくつかを設計した。特に HE70 は楕円翼機のひな型として評価された。また、発展型として HE110 にも試作している。しかし、 出世途上なカバの1937年9月21日、バルターが交通事故に遭いなくなってしまう。試作型 HE100V-1 対戦機車内の地位を確立したジークフリートは先進的な機体の設計にも携わるようになる。大戦前にチーフデザイナーとして従事した試作機 HE100 は時速 670km という当時としては驚異的な速度を記録した。 ジェット機やロケット機開発にも関わり、HE178、HE280、HE162、HE176 などがある。しかし採用競争で、メッサーシミット社に破れる場合が多く、野心作の意気を出なかった。他、大型機では、HE177、HE219 などが、正式採用されている。戦後 V、エストール試作機、 DWRVJ101、e、戦後ジークフリートはベルリンでギフの経営するカーショップで働いていたが1948年にソビエト連邦のエージェントに誘拐連行されて同国の航空機設計の協力を強いられた。これによりジークフリートがソビエトのミグ -15 戦闘機の開発に携わったという冷戦時代の都市伝説が生まれたが本人は常に これを否定していたエピソードがある。1952年、東ドイツに帰国。1年後には西ドイツに移り、再び、ハインケル社で働き始めた。彼はそこで世界初の超音速 V、エストール機の EWRVJ101 と、V、エストール輸送機 VC400 の開発に携わった。両機ともに、試作の段階までで量産には至らなかった。 1969年6月19日、ジークフリートは西ベルリンで死去。ジークフリートギュンター、ありがとうございます。